どうも皆さん、ドクター歯科衛生士 A2E のあかねです。今日も毎日配信32回国家試験解説気合い入れていきますので、ぜひチャンネル登録そして高評価よろしくお願いします。モチベーション上げてください。 A2E では就職活動のサポートも行っていますので、皆さんの就職活動もぜひサポートさせてください。はい、それではいきます。本日は午前の10番の問題です。はい、どうでしょう。必ず動画を一度止めて自分の答え考えてみてください。シンキングタイム作ってくださいね。で、今回はですね、はい、これはアドレナリン麻酔の話ですね。麻酔の話です。至ってシンプルな問題でして、品質中の品質の問題でございますので、大半の方がですね、もう科目試験でも勉強したし、この程度であればまあ楽勝でしょうということで答えられるんじゃないかなと、まあぜひ答えられてほしいなと思う内容なんですけれども、まあここからちょっと広げていきながらですね、勉強していきます。まあ今回の問題自体はもう何度も言いますけど簡単ですね。大丈夫ですね。いけますか。麻酔薬アドレナリンをなぜ添加するのか、アドレナリンの効果についてですね、バッチリこれは選択肢がなくてもある程度は答えられるようになりたい、答えられるようになるべきところになります。まあ選択肢見ると、遅延性、筋弛緩、血管収縮、血糖値を下げるというと答えとしては簡単、はい、血管を収縮することですね。まあアドレナリンというと基本的には交感神経を優位にさせることができます。ですので、まあ、ドクドク緊張状態にするときに、アドレナリン出てるわーってね、すごい緊張しているときとか、なんか大事なことがあるとき、緊張ドクドクバクバクしているときっていうのは、まあ、体からアドレナリンというホルモンがたくさん出ているような状態。そのときは交感神経が優位な状態になっているわけです。まあ、そんなアドレナリンを体の中でね、ホルモンとして出すというよりかは、外からこう注射で入れることによって、まあ、自然と交感神経が優位な状態にするために、まあ、アドレナリンを添加する。麻酔にはアドレナリンが添加してあるということですよね。ということなんですけれども、細かくアドレナリンのですね役割、はい、ちょっとブランクを作ってみました。まあブランク、空欄と言いますけれども、ブランクちょっと埋められるでしょうか。言葉入りますか。まずアドレナリンというのは大前提としてカテコールアミンである。まあこれはよくわかんなくてもですね、まあアドレナリンはカテコールアミンっていうやつなんだということ、これは答えられるようにしておきましょう。アドレナリンっていうのはカテコールアミンであると。で、何々の神経伝達物質を、まあ、出すことができるということなんですけど、何の神経伝達物質か。はい、さっき言いました。交感神経系の神経伝達物質を出すことができるものになりますので、アドレナリンを入れることによって、交感神経が優位になる神経伝達物質が体からどんどん分泌されるということですね。で、何々と何々も含まれるっていうんですけど、これはノルアドレナリンとドーパミンというのも、まあアドレナリンと同様の作用を持つということで押さえておきましょう。そしてですね、この2つのブランク、何々と何々も含まれるとあるんですけど、これはカテコールアミンの中にはアドレナリンとこの2つも含まれるという意味です。カテコールアミンというのはアドレナリンのことだけではなくて、はい、ノルアドレナリンとドーパミン、この2つもカテコールアミンの中に含まれますので、カテコールアミンといえばこの3つということで押さえておきましょう。そして2つ目のピンクのポチ、このアドレナリンっていうのは血管収縮薬としても使われます。血管収縮薬としての効果を期待するためにアドレナリンを添加しているというのが基本なんですけれども、その他にアドレナリンだけではなくて、このフェリプレシンというのも、まあアドレナリンと同等の効果が期待できるものとしてありますので、一応フェリプレシンという言葉、初聞きとならないようにですね、ちょっと頭の片隅に入れておけるといいかなと思います。はい、それでは今回の問題の答えとなるアドレナリンを添加する目的、まあこの6つですね、こちらについては、まあ選択肢がなくても自分でパッパッパって、いくらかね、まあ4つか5つぐらいは回答できるようにしたいなというところです。さあ、一度止めて自分でこのブランク埋められるか考えてみてください。はい、それではそれぞれ見ていきます。まず丸1番、局所麻酔の効果をどうするかというと、効果を増加させます。まあより一層効果を高めるために、まあアドレナリンが添加されているということですね。それから、まあ効果の増強とちょっと似たようなイメージになるんですけれども、作用時間をどうしますか？延長しますか？短くしますか？というと、延長しますよね。血管を収縮することによって、一箇所に流れる麻酔薬の量を減らします。それすなわち、一気にこうスッと流れ出ていかないで、ノロ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 体の中を循環していくことになりますので、体の中に留まる時間というのが長くなる。イコール、麻酔の作用時間が延長されるということですね。そして三つ目、出血がどうなりますかね。はい。血管が収縮しますので、一箇所に流れる血の量が減ります。すなわち、一箇所ピッと切った時に血の量少なくなりますから、まあ出血量も減少させることができる。それすなわちですね、術野の確保にもつながるということで、まあ3と4はこちらはセットで押さえておきましょう。
それから麻酔使用量を減らすこともできますよね。こう効果も長く持たせられるし、効果も高める、増強することができるということなので、通常使用する量よりも、まあ、ちょっと減らして少なめで使うことができますので、まあ、中毒だったりを予防することにつながるということで、もうこの丸5、丸6、まあ、全てつながっているということになりますので、必ずどこが選択肢、どこを問われてもですね、回答できるようになりましょう。A2Eチルドレンになったきっかけ。1個目の歯科医院、勤める歯科医院で絶対に失敗したくないなっていう思いがあって、 A2Eの茜さんだったらいろいろな情報をくださるかなっていうふうに思って決めました。ここで少し広げてクエスチョンなんですけど、このアドレナリンを添加すること、どんな人には注意が必要でしょうか？どんな患者さんに対してアドレナリンを添加した麻酔薬を使うのに注意しないといけないか、もしくは、まあ、使うことを避けた方がいいんでしょうか？というと、これはですね、高血圧だったりとか、まあ、狭心症、心不全といった心臓系に問題がある方には、まあ、注意が必要ということですね。じゃあこういった患者さんには血管収縮薬を添加できないのか、血管収縮薬を添加した麻酔薬を使うことができないのかというと、じゃあアドレナリンは効果が強すぎるので、それよりちょっと弱めである先ほどの、はい、フェリプレシンですね。あ、これレが消えちゃってるんですけど、フェリプレシンですね。フェリプレシンの方が、まあ、効果がアドレナリンより弱いよと、緩やかですよということなので、こういった患者さんに対してはアドレナリンではなくてフェリプレシンを添加した麻酔薬を使った方がいいというふうにされています。これもプラスアルファで抑えておけるといいかなっていうところですね。そしてもう一つクエスチョン、じゃあアドレナリンの保管方法、答えられるでしょうか？アドレナリンって普通どうやってどこで保管されているでしょうか？まあ、日頃の臨床実習の様子なんかをですね、想像されるといいかなと思うんですけれども、まあ、アドレナリン自体の特徴としては、熱とか紫外線によって分解されてしまうという特徴があります。ですので、当然ながら窓際、もう日光カンカン照りでね、日光めちゃめちゃ当たってる窓際に、剥き出しで麻酔薬を置いているなんていう医院は当然ないと思います。それはなぜかというと、アドレナリンは熱とか紫外線によって分解されちゃいますから、分解されたらそれだけもう効果が期待できない。意味なし、ただの液体になってしまうわけなので、それを防ぐためにもですね、基本的には冷暗所、光の当たらない、まあ、そんなに熱くないようなところ、望ましくはですね、冷蔵庫の中で、まあ、保管してあげるのが基本ということになりますので、ぜひアドレナリンが添加されている麻酔薬の保管方法、これもですね、バッチリ回答できるようになりましょう。まあ、今までのところで、アドレナリンの臨床方法の一つとして、一番最初として、局所麻酔薬に添加すること。まあ、血管収縮薬としてアドレナリンを麻酔薬に添加することによって様々な効果を得られました。その他2つ3つと他にもですね、臨床的な応用方法があります。さあ、何の治療でアドレナリンは使われるんでしょうかと言いますと、まず1つ目、アナフィラキシーショックに対して、まあ、1型アレルギーですね、アレルギー反応が出た時に、まあ、アドレナリンを投与する、注射することによってちょっと一時止めると、一時その状態を抑えるということが期待できますので、アナフィラキシーショック、アレルギー反応においてアドレナリンを使うということを覚えておきましょう。それからもう一つ、気管支喘息の時にもアドレナリンっていうのは実は使えますので、この二つですね、アドレナリンは麻酔薬に添加するだけではなくて、アナフィラキシーショックといったアレルギー反応の治療、それから気管支喘息の治療、この2つの治療においてアドレナリンが使われるということを抑えておきましょう。それではさらに今度は局所麻酔系のクエスチョンに行きます。はい、局所麻酔といって、まあ、浸潤麻酔ですね、浸潤麻酔、伝達麻酔とありますけれども、浸潤麻酔にはだいたい何ゲージの針を使いますか？一方で伝達麻酔には何ゲージの針を使うでしょうか？さあ、これもパパパッと回答できるようになりたいですね。まあ、主には診療補助の範囲にはなりますけれどもね。はい、まず浸潤麻酔で使われる針というのは、伝達麻酔よりも細めの針を使うんですよね。細めの針を使います。まあ、それがだいたい何ゲージかというと、30、31、33ゲージ。主にこれです。この3つ、ゲージ番号、必ず選べるようになりましょう。一方で、伝達麻酔は浸潤麻酔より太めの針を使います。ここで、数字が大きい方が針が太いと思ってはいけません。このゲージ、針というのはですね、数字が小さい方が太いんですよね。ですので、伝達麻酔で使われる針というのは、25、ないしは27ゲージというのが基本になります。数字の値が浸潤麻酔、細い針よりも値が小さいというところ、これは注意しておきましょう。それからさらに麻酔関連、プラスアルファのクエスチョンいきます。さあ、こちらに2つの化学構造があります。もう皆さん嫌いですね、これね。あ、こんな構造も見るの嫌よ、と思うかと思います。でもこの2つの構造あるんですけど、
まあ、日本で我が国で使われている局所麻酔の多くはどちらの構造の麻酔薬が多く使われているんでしょうかということで、はい、この2つの構造いずれも麻酔薬で使われる何かしらの化学構造です。麻酔薬の化学構造です。この2つとも麻酔薬の化学構造ではあるんですが、日本で使われているものどちらかの方が圧倒的に多いんですね。さあどうでしょう。でと、まずそれぞれの麻酔薬が一体何かってところを見ていきますと、それぞれの麻酔薬が一体何かというところで見分けるポイントはこのここになります。はい、上の水色の部分は COO という COO ですね。で下は CO で NH がくっついているというピンクの範囲で、まず上の水色の COO、 これがですねエステル結合と言います。 COO はエステル結合、このエステル結合を持っている方がエステル型の麻酔薬ということになります。次に下のですねピンクの方 CONH があります。これはですね CONH、 これがすなわちアミド結合なので、アミド結合を持っている方がアミド型ということになります。で今回のクエスチョンはエステル型とアミド型どちらの局所麻酔薬が我が国では多く使われているでしょうかということなんですけれども、はい、これはもうこのまま押さえてください。日本はですねアミド型の方が多いです。まあ、その理由としてはですねエステル型の方が実はアミド結合の、まあ、アミド型の局所麻酔薬よりもアレルギー反応が多く出る、まあ、出やすいというような報告があるということでですね、じゃあそうなるとアレルギー反応起きない方がまあ安心安全だよねということで、まあアミド型の方が多く使われているという現状があります。ぜひこのですね局所麻酔薬2つありますよと、エステル型とアミド型があります。まあ形見てですね COO があったらエステル型、CONH はもうまさしくアミンですから、このアミンがあったらアミド型ということで、日本で使われている局所麻酔薬の多くはアミド型、アミド結合を持っている局所麻酔薬だよというところ、ここまでですね押さえておけると、まあ、より一層強化できるかなというところですね。で今回のこの問題自体は非常に簡単だったので、まあ、アドレナリンを添加する目的、まあ、さっきのですね6つ、これは必ず自分で言えるようになりましょうと。で今回の答えは C の血管収縮ですよと。ただこの選択肢で A の鎮静というのがあるんですけど、この鎮静作用を持つ薬あげられますか？何の薬でしょうか？鎮静作用を持つ薬、はい、鎮静作用を持つ薬の代表としてはジアゼパムが挙げられるようになりたいです。でこのジアゼパムというのはベンゾジアゼピン系の薬物です。ベンゾジアゼピン系の薬物、もうヤクリとかね、このカタカナもベンゾベンゾベンキなってなっちゃう人が多いと思うんですけれども、まあぜひいけそうであればですね、このベンゾジアゼピン、まあ、ジアゼパムっていうのは、まあ、精神系のお薬として使われることが多いんですけれども、よく選択肢なんかで出てくるものにはなります。まあ、これ自体が答えになることも十分にあり得ますので、まあ、ぜひジアゼパム、ちょっと精神系の落ち着かせる系の薬ということで押さえておきたいということでですね、まあ、この動画の最初からですねジアゼパム関連の問題の解説をしてますので、まあ、ぜひ余裕がある方ですね、こちらの今日の動画終わった後にでも、ジアゼパム落ち着かせる系どういう薬だっけ、ベンゾジアゼピン系ってどんなんっていうことで、ちょっとこちらの動画も広げてみてもらえると、さらにちょっと理解がね深めてもらえるかなと、薬理についても守備範囲広げられるかなと思います。以上が本日の内容です。まあ、なかなか難しい範囲かもしれないんですけど、ぜひコツコツですね復習して広げてもらえると、どん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 点数上げていけるかなと思いますので、引き続き、頑張っていきましょう。 A2E では就職活動のサポートも行っています。お気軽にズーム面談申し込みいただけたらと思います。それでは今日はこの辺で、またお会いしましょう。自分に合った歯科医院を見つけることはとっても大切。 A2E チルドレンになって就職活動を成功させましょう。